俺がおすすめしてるっていうか、うん、僕がオンラインサロンで皆さんの会員の皆さんに提唱している。あ、怖い話になった。どうしてどうして。今エイペックスの教えてもらえると思ったのに、急になんかあっちゃんとか藤森みたいになった。特別に今回だけ無料の報酬ということで。それ俺しかも YouTube の広告で見たことある。僕は今フランスでセミリタイアをしてるんで、ぶっちゃけた話みんなにこの話して教える必要ないんだけど、今回は特別にみんなに教えます。であと30秒だけ時間をくれたらそれが何か分かっちゃう。だからみんな30秒だけ僕の話を聞いてくれるとか言って自己紹介して、じゃあ最終的にオンラインサイトに貼ってくれたら全部分かるよっていう、こいつってなる CM を見たことがある。騙したな。騙し、よくも騙したな、全部見たのにってなるやつ。フランスでセミリタイヤしているやつの話興味なさすぎるもんな。全然興味ないけど、30秒でどうやってプレゼンしてくれるのかなって、ちょっとプレゼンおじさんとしてちょっと気になって見てたら何もプレゼンしてなかった。もうその時点で信頼できへんやんって思いながら見とった。マスティフか。何の話しようとしたんだよ、トワコは。本当だ、なんだっけ。おすすめしてるんだけどっつってオンラインサロンに入っちゃった。何の話だっけ。一応入会はしておいた。